それでは2013年5月5日主の十字架クリスチャンセンター東京アンテオケ教会手術第3礼拝を始めていきたいと思います。はじめにお祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。お一人お一人を第3礼拝に集めてくださり、共に礼拝できる恵みをありがとうございます。さらに私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し褒めたたえることができるように助け導いてください。またお一人お一人にあなたの恵み祝福を与えてください。お願いいたします。はじめにあたり感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでははじめに賛美をもって主を褒めたたえていきましょう。それでは、共に賛美を持って主を礼拝していきたいと思います。最初にお立ちになる方はどうぞお立ちください。聖霊の炎が今この地に燃え始めて、待ち望んだリバイバルが確かに始まった。主の皆のもとに集って喜び歌おう。 Into the gate of revival, Into the gate of revival, 約束の成就の時来た。さあ主に感謝捧げよう。もう一度賛美しましょう。聖霊の炎が今この地に燃え始めて、待ち望んだリバイバルが確かに始まった。主の皆のもとに集って喜び歌おう。 Into the gate of revival, Into the gate of revival, 約束の成就の時が来た。さあ主に感謝捧げ。 Into the gate, Into the gate of revival, Into the gate of revival, 約束の成就の時が来た。さあ主に感謝捧げよ。ハレルヤ。これから主を目をたたえましょう。いつも一人で抱えてた痛みもすべてあなたに出会って私は癒された。一人で泣いて誰もわかってくれないと思った時にもあなたはそばにいた。たとえこの世界が消えてもあなたの愛は残るから、あなたに出会えてよかった。心は愛で満たされてる。
いつも一人で抱えてた痛みもすべてあなたに出会って私は癒された一人で泣いて誰も分かってくれないと思った時にもあなたはそばにいた。たとえこの世界が消えてもたとえたとえこの世界が消えてもあなたの愛は残るからあなたに出会えてよかった心は愛で飛び交うさまざまな情報に振り回されないようにしていきなさいとおっしゃされます。あなた方がしっかりと御言葉に立ち、また主に聞いていくときに、そのいろいろな情報の中で主が語っておられる事柄に気づくとおっしゃされます。それはあなた方に対する備えであったり、また私からの語りかけであったりするので、その見分けを徹底させて、この情報に翻弄されることなく、その中で主の御心を捉えて歩みを強めていくようにとおっしゃされます。あなた方が弱さを覚えるとき、その一つ一つを私の前に委ねなさいと主は言われます。あなた方は私から言葉を受け、私の言葉に立って従っていくときに、あなた方の弱さを、この私の力が負うのを見ていくと主は言います。私を信じ、私と共にさらに歩んでいきなさいと主は言われます。お一人お一人に与えられているこの賜物においても、主は豊かにこの時代の中で用いられていくとおっしゃされます。しかし、ある方々においては、一度はっきりと主の前にまず捧げるという事柄をなすように主が促している方々がおられるとおっしゃされます。それをなしていく中において、さらに主の計画の中で、その賜物というのは豊かに主の御心のために用いられていくようになるとおっしゃされます。私がお一人お一人に与えている霊的な賜物、また実際的な賜物をあなた方は喜びなさいと主は言われます。私にあってあなた方が進んでいくときに、確かにお一人お一人の賜物を持ち、私は豊かな御業を表していくと主は言われます。それでは、もしと主の前に賛美を捧げていきましょう。あなたは地の果てにまで私の救いをもたらすものとなる。あなたは私のしもべ、恐れないで前に踏み出して、私が
交わすから恐れないで前に踏み出して、私があなたを選んだから。天のお父様、この賛美の時をありがとうございます。また予言のことを感謝いたします。三通く礼拝を支え高に祝福し導いてください。この時を感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。感謝します。どうぞお座りください。それではしばらくの間お祈りの時を持っていきたいと思います。共に主の前に静まって主との交わりの時、お祈りの時を持っていきましょう。そこまでにしていただいて、再び賛美をしていきましょう。主の祈りを共に祈っていきたいと思います。お名になっておられない方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、心
みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではパウロ秋元牧師に導いていただいて聖餐式を行います。聖餐式を、行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でも、それがまだ洗礼を受けられておらなくても、イエス・キリストをご自分の救い主と信じ告白されておられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。ですからイエス様をご自分の救い主と信じ告白されておられる方々はぜひこの式に加わっていただきたいと思います。またインターネットで礼拝に参加されている方々の中でイエス様を信じておられる方、また特にイエス様を救い主として告白しした方々の中でですね、聖餐式に加わりたいと思っておられる方々はご自分でパンとぶどう酒を用意して、この式に加わってください。お祈りします。天の様、このパンとぶどう酒またぶどうジュースを豊かに祝福し、私たち人々のうちに御川とんちの恵みを表してください。またインターネットの方々のパンとぶどう酒またぶどうジュースを豊かに祝福し、お一人お一人のうちに御川とんちの恵みを表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のための朝のものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。
天皇様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。それでは感謝の献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ献金の時を持っていきましょう。献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられましたものの一部をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれらを清め、御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人のうちに豊かに祝福を与えてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所は新約聖書マタイの福音書14章16節から21節になります。新改訳聖書第3版をお持ちの方は28ページ、第2版では26ページになります。それではお読みいたします。マタイの福音書14章16節から。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。本日はこの箇所を通しまして、特別賛美またしばらく賛美の後にパウロ秋元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。